冴島さん、最後に俺に一つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思てんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道中生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来た時は、腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。はい、頑張るんやで。ほなな。
ああ、5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,